闇の炎に抱かれてしはい、どうも、最近バスで次のバスを来るのを待っていたら、左手の甲に鳥の糞が落ちてきた男、カイトです。マジでふざけんなって。なんで俺ってこうも不幸なことばっか日常で起きるんだ。もうなんか自分が前世は不幸の星とかに生まれたのかもしれないとか、右手に宿る漆黒の闇の極限の力を得たからその代償としての副作用とか、いろいろ考えちゃうよね。ここだけの話、賃貸マンション契約の時も、防音設備が整ってれば何でもいいっすって言ったら、横の人のくしゃみとか余裕で聞こえるし、もう俺が何したらここまで人生不幸ネタまみれになるのか、まあ2、3割は俺のおちょこちょいのせいなところもあるんですが、不幸の話だけで小説1冊出せるレベルだと思うし、もし僕が出版した際には皆さん店頭までお買い求めください。サインをつけて2倍の価格で無理やり売りつけさせていただきます。手ごわで今回殿堂入りボケてにツッコミしてみた第18弾です。今週サボりがちだったので特大サービスで多めですが、このシリーズやらせていただきます。少しでもいいなと感じたら高評価の方だけまたよろしくお願いいたします。それではどうぞ。仮面ライダー新1号 100m を 1.5 秒で走破し、必殺技のライダーキックは戦車を一発で破壊する。戦車が1台いくらするのか少しは考えてほしい。いや、これ最後苦情の話かい。仮面ライダーにお説教タイムだよ。てか仮面ライダーって100メートルのタイムバカ早い。東京オリンピック出場候補だね。お母さん鶏肉買ってきて、で初めてのお使い史上最大の惨事が起きようとしている。鶏をハンティングしようとしとる。初めてのお使いじゃなくて狩りになってんだけど。お前鳥の戦闘力なめんなよ。この間気配気づかず左手を狙撃されたからな。ちょい、またあのイライラの気持ちが蘇ってきたのでこの話やめます。普段は何をされても怒らないマイクが起こったしょうもない出来事とは、入学式の挨拶で校長があれマイク入らないぞとつぶやいたことから入学取り消しになった。マイクの不定のポイント謎すぎる。よほど過去に声通すのマイクにトラウマあったんでしょうか。入学取り消しは実際笑えないね。陶芸家が作品を割るとき、作品に納得がいかないとき、かまってほしいとき、急に名感出してきた。ただ作品に当たったりしてるだけじゃん。仮に作品に納得がいかなくてもちゃんと捨てて。この改造で3万年後のメカトピアはガラリと違った国になるはずだ。するとあの恐ろしい鉄人兵団は歴史が変わるんだ。そんなものは消えてしまう。よかった。てぇ、くっそ。静かの発言のタイミング。また出ちゃったか、ボケで電動名物サイコパス静か。ほんと朝に鼻強く噛んだ時に出る鼻しなみによく出てくるな、お前。気分出るな。始める前から怖くなるよ。へへ、俺へっちゃら。一番怖い話をした者が優勝だぞ。よーし、キャーキャー怖がらせるから。私今日事故に遭って病院にいるの。今日一の優勝者出ました。優勝はゴースト静香さんです。勝因としては開始3校目にして優待離脱みたいな発言をして全米と僕を恐怖で震え上がらしたからです。多分これ自分が怖い話してるって自覚ないね。もしもし、主人が倒れました。活動一つキャンセルでお願いします。主人より活動の心配かい。今すぐ体調の方をご心配してあげてください。活動は主人より重い。最近は麻酔が効かないんですよね。な、に番組打ち切り終了のお知らせ。誰が犯人言い当てるねん。眠れない小物とかどこに需要あるんだよ。あとお前の顎出すぎててずっと気になってしょうがなかったわ。あ、コナン君どこ行くの。ちょっと死体探してくる。事件を自分から探そうとするな。無理やり物語前提を始めようとしてくるんですね。あまりの爆弾発言にびっくりしちゃった。もしかするとみんな魔術をかけられたんじゃないかしら。なんだって。理科の斉藤先生の授業で全員寝ちゃった。いや、あるあるだけど違うでしょ。ここホグワーツ魔法学校か。お前らそのうち斉藤先生にアバダケダブラで永遠の眠りにつかされるぞ。この花瓶だね。早速ここで装備していくかい。はい、いいえ。まさかの装備屋なのね。むしろ花瓶装備して何のステータスが上がるんだよ。花瓶が割れそうになって花瓶になるだけだろうがよ。あ、また無意識に全国の女性のハート射抜いちゃった。てめえは俺がぶっ飛ばす。おいおい、俺とやる気か。言っとくが、今の俺は地球人の100倍以上の住民税を払っている。所得金額の多さの堂々アピールやめろ。私の後ろには弁護士ついてますけどみたいなニュアンスで言ったよな、これ。陰キャ同士のネットマウント合戦状態。よし、今のうちに早く。ちょっと待って、様子が変よ。変？ガタガタ震えてるし、すごい汗。チャックに顔挟んだ。理由がめっちゃしょうもない。このタイミングで何してんの？正真正銘のおばくさん認定。アイザーが余った。ハンターはエグい孤立場面じゃん。そんな大勢の人の前によく右手振りかざしてあげれたな。俺だったら速攻ユニフォーム捨ててフィールドから逃げ出してる。何すんのよ、いきなり。女連れとはいいゴミ分だな。いや、お前が一番いいゴミ分だな。生徒に真顔で平手打ち見たのが先生として最高に口じゃねえか。リア充を暴力でぶっ壊す過激派タイプ。あなたの口から知らないことばかり出てきますね。何です ?BSAA とは、対バイオテロ特殊部隊が。ここだけの話。さっきググった。お前も何も知らなかったんかい。便利だね、最近は何でも調べたら情報がすぐ手に入るから。絶対この男の方も新人じゃん。ここ枝毛。あ、親切にありがとうございます。いや、まずあなたは誰？生命エネルギーと精神的エネルギーがキャラクターとなって現れるスタンドが何かでしょうか。枝毛以上にあなたの正体が気になる。やばいよやばいよやばいよ。やばい、やばいって、本当にやばいよ。これはやばい。着信音が出川。着信音がいちいち無理障り。全然やばい感じしないわ。気に入らない展開になってきた。肉まんください。あとおでんも。それから公共料金の支払いと。あ、この宅急便もお願いします。前のお客さんがめっちゃ時間使ってくるやつ。こういう時に限って近くの試せりしてるやつが多かねえんだよな。嫁の機嫌を確認する。5から6メートルに近づいたら全力で走り出す。何と戦ってんだよ。近づいたら何が起きるのかだけ教えて。これですか？いえ、もっともっと竹もっと電話してちょうだい。もっともっと
竹本。もっと勢いでやったけど、せめてすこまして。それ竹本ちゃう？ピュアエンジェル、ゴーラタケシや。カツ丼に虫が入ってるぞ。虫の肉が入ってるんですよ。ああ、なるほどね。それなら納得はできないね。だとしたらもっと大問題です。この国いつから昆虫食メイン国家に変わったのでしょうか。割り込んできたウルトラマン。裏の顔が極道野郎。なんか怪獣の方が正義みたいに見えてきたもん。せめて並ぶの3分ギリギリまで粘れよ。何やってんだ、気をつけろ。あの、こんな高そうな車にぶつけちゃって、どうしたら。私はまだ学生でお金もないし。ああ、どこかにこんな私を養ってくれるいい男いないかな。ぶつけた理由がわざとらしい。計画的犯行と見て間違いないでしょうね。慰謝料大量に請求してもらって OK です。親孝行ってお父さんやお母さんのお手伝いをすることなのかな。一番何をすれば喜ぶだろう。そっと聞いてみた。一番いい親孝行は50歳にニートはやめてくれだって。いや、これ子供の歌。50歳がさりげない子供心に抱いて死に紛れ込んでんだけど。さすがにそこまでの年はネットでもリアルでもおっさんなんて。どんな時でも礼儀正しくしよう。あ、先輩グイース。早速君自身が虫破ってきたね。鼻から敬語使う気一人もなかったよな。とりあえず謝罪してもらっていいでしょうか。たく、俺がいねえとババ抜きにならねえだろうが。お前はリアル条件やないかい。トランプにはしそうですが、下の方は間に合ってます。むしろ来られても対応に困る。昭和が終わる頃になると、卒業時に校庭に話が長い校長を埋める小学校が増えた。校長生き埋め事件大量発生。どんだけ校長ひそかに存在消されてんだよ。毎回朝礼で校長震えながらスピーチすることになるわ。サザエさんの髪型とエンディングが変わった。面影が髪型以外特に見つからない。なんでターミネーターみたいなゴリマッチョロボになってんの。愛嬌がしすぎて国民的アニメから追放されるわ。照明写真で緊張しすぎる。顔の険しさがすごい。全く笑顔になってないの本人でも自覚しちゃうレベル。これで照明写真提出されたら、うん、君もしかして人を殺めたことある？とか聞いちゃいそう。徳島淡市、先月29日の本会議を健康診断を理由に欠席。実際はたった一人で地球人の侵略から地球を救っていた。まさかの徳島にワンパンマンいた。副委員長がとんでもないパワーを持ってた。まあそれが真実だとしてもその話信じないけどね。ごめんみんな、精神科でボールはボールだって言われたよ。やっぱ一つ本人も気づいてた。ついに医者にその真実叩きつけられたか。彼の今後は心配になる一方です。あ、いた、ピエールよ。あんなところにいるわよみんな。キャー、ほんとだ、ピエールよ。おっと、それじゃあ失礼。あいつ代わりに事故るといいや。うん。いや、掛け口演出すぎんだろ。下ギルフは完全に悪役ポジション。初めて会った時のことから、勝った時のことや、一緒に旅をしたことや、一緒になってサッカーバトルで頑張ったことまで、そんな思い出の結晶がサッカーボールなんだ。それを奪うなんて。お前ら逃げたれ、お前ら逃げたれ。ワイは猿や。催眠術に非常にかかりやすいタイプ。もう見た目からお猿さん。催眠術にかかる前からかかってるようなもの。お前もう明日からお猿の上司のチャンネル出てこいよ。大事な話があるの、真剣に聞いて。いや、その顔で言われましても、確実に真剣な話してる時のメイクじゃないでしょう。90% くらい悪意で笑かしにかかってるとしか思えない。真剣に増えてやがる。葬式で不謹慎な奴がいた。それは不謹慎すぎて草も生えない。葬式ってものを初めて知ったのかな。それか単なるバカとしか考えつかない。おにぎりとおにぎり、合う。どっちも証拠を食べてるだけ。それ合わさってない。ただおにぎりの量増えただけ。袋の書き方、1、丸を書く。2、仕上げお母さん。全部お母さんに丸投げやないかい。最初の輪郭うっとうしくて下手説まであるわ。大人の力で全部解決。パンを焼くときは子供たちからのお便りが役に立つの。いや、最低おじさんじゃねえか。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。